呪力、呪いとは感情から生まれる。そして感情には抱いたものの記憶が宿る。それがここを支配する最も重要な原則。これからあなたが体験するのは、いつかどこかの誰かの記憶。花や木が泣いている。マヒト、私は今戦いを楽しんでいます。大丈夫か、ブラザー。もう満タイ。よし、俺を楽しませろ。よし、俺を楽しませろ。まとめてかかってこい。そこへ。そろそろ仕留めきれねえ。だが頭を潰せばゲームセットだ。さあ勝利を始めようか。いける。いつでも行けるぞ。そうだ、無論だ。世界は今、両面スクナの受肉を発端とした動乱の中にあります。故にこの場所にも、スクナの器にまつわる記憶が多く集まる。そして、あまたの記憶が混ざり合うことで、存在しないはずだった記憶が生まれる。急いでください、イタドリ君。任務に遅れたら先生に怒られますよ。福岡のやつは几帳面だな。約束の時間までまだ余裕あるのに。こいつらしつこいわね。数が多すぎるわよ。まるで後ろ。コッパが、わしも甘く見られたものだな。伏黒君、我々の役割はあくまで時間稼ぎですが、相手は特急。最初から全力で行きましょう。分かっていますよ。不健康。僕が吹き飛ばして全て解決だったらよかったんだけどね。今回はそういうわけにもいかない。そこで君の出番ってわけ。手順書に選ばれたことは幸か不幸か、この目でしっかり観察させてもらうとするよ。ここは幻影の呪霊の聖徳領域。あまたの記憶が集積される場所。まずはスクナの器にまつわる記憶を収集するといいでしょう。そうすればいつかあなたがここへ来た理由も見えてくる。記憶は時に物語であり、あなたに牙を剥く敵でもある。記憶の収集は容易ではないでしょう。ですが恐れる必要はありません。あなたには戦うための力が与えられている。
あなたが呼びかければ彼らは答えてくれる。呪力から記憶を読み取り再現することで術師や呪霊の幻を刺激する術式、名をファントムパレード。後悔はしたくない。少しでも多くの善人が平等を享受できるように。かけられるわ。私が私であるためだもの。邪魔、勝つぞ。おはよう。今の君はどっちなのかな。あんた、確か五条悟、呪術高専で一年を担当してる。呪術伏黒。そうだ、先輩たちは拘束してるから無理に動かない方がいい。それにね、人の心配してる場合じゃないよ。虎杖悠仁、君の秘匿死刑が決定した。ないですよ。え？百葉箱空っぽです。マジでウケるね。夜のお散歩かな。ぶん殴りますよ。そんなところに特級呪物入れるとか、ほんと上もバカだよね。でもまあ、それ取り戻すまで帰ってきちゃダメだから。今度マジで殴ろう。
ユージ、最後に言っておくことがある。お前の両親のことだが。興味ねえし。お前の両親のことだが。だから興味ねえって。じいちゃんさ、死ぬ前にカッコつけようとすんのやめてくんない？男はな、カッコつけて死にてんだよ。空気読めクソマゴが。つうか部活はどうしたよ。こんな消毒くせえところでサボってんじゃねえ。うるせえな。オカルト研究会は5時前に終わんの。俺だって暇じゃなきゃいちいち見舞いなんて来ねえよ。ゆとりがよ。ユージ。ん？お前は強いから人を助けろ。手の届く範囲でいい。救えるやつは救っとけ。迷ってもいい。感謝されなくても気にするな。とにかく一人でも多く助けてやれ。お前は大勢に囲まれて死ね。俺みたいになるなよ。じいちゃん？はい、ナースステーションです。どうされました？イタドリさん？じいちゃん、死にました。イタドリユージだな。誰？夢中なんすけど。呪術高専の伏黒だ。悪いがあまり時間がない。お前が持ってる呪物はとても危険なものだ。今すぐこっちに渡せ。呪物？この箱だ。持ってるだろ。ああ、はいはい、拾ったわ。俺は別にいいけどさ、オカケンの先輩らが気に入ってんだよね。危険ってどういうことよ？日本国内の怪死者、行方不明者は年平均1万人を超える。そのほとんどが人間から流れ出た負の感情、呪いによる被害だ。呪い？お前が信じるかどうかはどうでもいい。それが事実だ。続けるぞ。特に学校や病院には膨大な怨念がたまりやすい。辛酸、後悔、恥辱、人間の負の感情が呪いの源になる。だから多くの学校などに魔除けとしての呪物を置いた。お前が持っているのもそれだ。より邪悪な呪物を置くことで他の呪いを寄せつけない激毒。魔除けとは名ばかりの悪習だ。年月とともに封印が緩み、今や呪いを招き超えさせる餌に転じた。お前が持っているのは特級に分類される危険なものだ。人死にが出ないうちに渡せ。いや、だから俺は別にいいんだけどさ、中身持ってねえよ。俺が持ってるのは箱だけ。俺、空っぽだろ。空？俺が追ってきたのは箱にこびりついた磁力の残影。中身はどこだ？だから、おかけんの先輩が持ってるって。確か今晩、学校であれのお札剥がすって。もしかしてヤバい？ヤバいなんてもんじゃない。そいつ、死ぬぞ。お札ってそんな簡単に取れんの？呪力のない人間にはまず無理だ。普通はな。今回のは中のものが強すぎる。封印も年代もの、紙切れ同然だ。でもな、呪いなんていまいちピンとこねえや。呪いな
なんて。でもなんだ、学校から来るこのプレッシャーは。お前はここにいろ。待てよ、俺も行く。やばいんだろ。二月かそこらの付き合いだけど友達なんだ、ほっとけねえよ。ここにいろ。ジュルルジュルル。邪魔だ。さっさと片付けましょう。行くか。行くぞ。相手してやる。へっ、どけ。次行くぞ。うっし。やるか。相手してやる。もっと強くなってさ、僕に楽させてよ。俺はもう負けない。いい感じじゃ。国戦！スクナは全部食ってやる。あとは知らん。てめえの死に様はもう決まってんだわ。